皆さんこんにちは。皆さんはね、死に対してどういう印象をお持ちでしょうか。私はね、死っていうのは人生のね、いろんな苦しみから逃れるものだと思っております。で、死に対してはね、普通の人は怖いとかね、ちょっと嫌だなとかね、ネガティブなイメージがあると思います。まあ、紀元前のね、哲学者でソクラテスって方はいると思いますけど、ソクラテスはね、死に対してこういうふうに言っています。死はね、人間の持っている全ての営みの中で最高のものであるというふうに述べています。ソクラテスがこういうふうに述べた背景なんですけど、人間っていうのは年を取りますよね。で、年を取って例えば頭とか体が衰えていきます。で、ちょっと言い方悪いんですけど、醜くなっていきますよね。両親がね、頭もね、当然記憶力も下がるし、認知症になるかもしれないしということで、頭や体が、いや肉体が衰えてきます、年を取るとね。なので、寿命でそういう風に肉体がどんどん衰えていって、例えばその衰えた状態でずっと永遠にね、生き続けられるか、それか寿命で死ぬかっていう、どっちか選択肢があったとしたらさ、その衰えた状態でずっと生きたいっていう人はあんまりいないと思うんですよね。なので、寿命で死ぬっていうのは肉体の苦しさ、ソクラテス的には肉体の限界って言ってるんですけど、肉体の限界から解放してくれるいいものである、最高のものであるっていうふうにソクラテスは言ってます。中学生とか高校生の方でね、前私と話した方でね、本当に死ぬのが怖いとかね、不思議な悩みを抱えてる人がいて、10代だったかな、10代なのに死ぬのが本当怖いんですとかね、死ぬことが怖いってことで毎日泣いてますとか、そういう人がいたんですよね。で、そういう人に言いたいのは、寿命で死ぬのっていうのは、まあそういうソクラテスが言ってるようにね、肉体的な限界、衰えた肉体から解放してくれるいいものだっていうことなんですよね。で、それはかなり正しいことだと私は思っております。ソクラテス以外にも死を肯定している人はね、スウィンバーンとかね、北欧かなんかの詩人だったと思うんですけど、スウィンバーンって方は死はね、究極の望みであるっていうふうに言ってます。ただ歴史上のこういう偉人の名言とかでね、自殺をね、肯定している人っていうのはあんまりいないんですよね。ただね、私はその自殺に関しては全然否定的じゃないのですよね。まあ、肯定も否定もしないんですけど、自殺を実行するのっていうのは最終的にはその本人なんで、その本人がしたいと思ってやってるわけなんで、その本人の意思なんですよ、自殺っていうのは。なので、そこは尊重しなきゃいけないって私は思ってまして、なので言うなれば、我々はね、いつ死ぬかっていうのはみんな決められるわけですよね、自分で。で、それが自殺っていうことなんですけど、なので我々ってその任意のタイミングで死ねるわけですよね。それを実行するかどうかっていうのは各個人の自由なんで、なので、それを実行したからといってね、それに対して何の批評もできないと思うんですよね。その人がその時に死にたかったら実行したんだなってことだけなんで、その人も意思なんで、それは尊重すべきだと私は思っております。なのでね、私は別に自殺に対しては、肯定も否定もしませんとか、そもそもとにかく言えないと思ってるんで、今、高齢者の方とかで、死に対してちょっと怖いと思ってる方とかね、高齢者じゃなくてもね、死に対してちょっと怖いなっていう気持ちがある方はね、この動画を見てね、少しでもね、その死に対する不安とか恐怖がね、払拭できればいいなと思っております。で、日本はね、高齢化社会なんで、80代90代の方ってかなり多いと思うんですよね。街中とか歩いててもね、若い方でね、そういう死が怖いなと思ってる人がね、そういう高齢者の人を見てね、すごいヨボヨボで腰が曲がっててね、で、杖ついて歩いててね、そういう、明らかにね、肉体的に若い人より衰えてるよねっていう状態で、そういう状態でもう永遠に生き続けたいかっていうことを考えてみてください。そうするとね、多くの人は多分その状態で永遠にずっと生き続けたいとは思わないと思うんで、なので、死っていうのは、何度もなりますけど、そういう肉体の限界、衰えた肉体からの限界から解放してくれるものだっていう。で、ソクラテスは、だからそういう死に対しては肯定的なイメージを持ってます。以上になります。当チャンネルでは、今苦しんでいる方や死にたいと思っている方に見ていただき、少しでも共感をいただけたら嬉しいです。当チャンネルに少しでも共感いただけた方がいたら、高評価やコメントやチャンネル登録をお願いします。